すいません、あの聖杯のイベントやってみたくて好奇心が勝ってイベント出ちゃいました。よろしくお願いします。ちょっと聖杯を欲しくてやりたいんで、ちょっとあの一日ちょっとやってみます。はい、で一日ちょっとどんだけいけるかちょっとやります。今日一日全力でやるんでお願いします。楽しんでね、ちょっと行きたいと思います。センキュー5個。嘘でしょ。クール、ナイス。5個誰だ？あ、りっちゃんね。花火もありがとう。チェリコ1個ありがとうね。うん。ありがとう。で、聖杯ってどうやったらもらえるの？ちーちゃん、ナイス。頑張ってください。頑張ります。ありがとう。投げないと当たらない。どれぐらいの確率なんだろうね。とりあえずゲットしよう。聖杯を。はい、2個ありがとう。リスナーのアイテムね。やり方がわかんない。TikTok リスナーは、いいよ、投げなくて。ふわっちの人に応援してもらうわ。まあ、応援してくれる人いるかな。数字が一日意味がない。一日お試しでやったっていいじゃん別に。うるせえなこのカバ野郎がよ。何言うとんのねやろ。ミキちゃんありがとう。投げた人が低確率でってことね。あ、醤油うまいわ。醤油。伝説作りたいならナイスとマースに同時で取ってみろよ。取れないだろ。なあ。マンスリーとナイス同時に取ってみろよ。取れねえだろ。
リスナーがもらうの。とりあえずちょっと聖杯取ってみよう。で、大集結させるわ、5分間。圧倒的な威力で。ありがとう。で、同じカテゴリー。ああ、ありがとうね、カルちゃん。ありがとうね。カルちゃんありがとう。喜んでるわ。カルちゃんが、ふわっちやって。カルちゃん喜んでる。カルちゃんが喜んでるわ。ありがとう。ありがとうね、僕。すごいすごいすごいわ。ふわっちくんもありがとうね、みんな。ありがとう、たくさん。もちもち、ふわっちくん。ありがとう。ちょっと声出ない。あ、おんちゃんもありがとう。ありがとうね。ちょっと、聖杯取って。一個取ろう、聖杯。頑張って、聖杯取ろう。嬉しい？りーちゃんもありがとう。ゆーちゃんもありがとうね。ありがとう。トリマラスト。センキュー。カルちゃん、大きな拍手してあげて。たくさん投げてくれてるわ。うん。A さん、A さんも来たじゃん。A さんも。A さんもありがとう。ゆうちゃんありがとう。だって1日だけで1日やれば勝てるじゃん、こんなの。1日。しんちゃんありがとう。1日で1000万ポイントぐらいいけるでしょ。そしたらもう勝ちじゃん。ああ、ぐっちゃん、ナイスぐっちゃん。ゆうちゃんも、ゆうちゃんもありがとう。なんで揺れてるの？ぐっちゃんありがとう。なんかね、三脚が揺れるんだよ、最近。ぐっちゃんありがとう。チェリちゃんも。まゆが聖杯ゲット。まゆちゃんのところのリスナーを引き抜かなきゃいけない、そしたら。うん。連れてきて、聖杯持ってる人。引き抜くわ。したら、こっちで使えるでしょ。まゆちゃんのリスナーゲットしたでしょ。ちょっと、10時に使う。それをちょっと交渉するから、ちょっとまゆちゃんに電話するわ。かおり、センキュー。あ、ガチ恋の男？ここありがとう。れいちゃんありがとうね。ニコありがとう。どうやって引き抜く？まあ、めぐみちゃん。めぐみちゃん？めぐみちゃんフォローする。ありがとう。コラボのバトルで勝ったら聖杯をもらうとかね。そういうのじゃない。テクニック？交渉テクニックは、ゆうちゃん。ゆうちゃんめっちゃ投げてくれる。ゆうちゃんフォローするわ。ありがとう。ぐっちゃんも、ぐっちゃん強いからね。ぐっちゃんは。iPhone さんでぐっちゃん、ぐっちゃんは強いからね。で、今日ですね、まあマリオ来たら新大久保行きます。今日によって今日新大久保行くんで。でさ、みんな、とある情報が来たんだけど、本当？とある情報。ぐっちゃんありがとう。とある情報入りました。ちょっとふわっち来たのも、ゆうちゃんありがとうね。何？なんか、かやちゃんが、なんか余分なこと言ってるみたいな。それ本当？なんて言ってたの？ぐっちゃんありがとう。何を言ってたの？昨日の夜荒れてた？何つってたの？聖杯あるって？何？俺がインカジョやってるとボロカス言ってたの？ゆきみちゃん久しぶり。ありがとう、ゆきみちゃん。ありがとうね。ありがとう。ごめん、ちょっと顔がむくんでる寝起きだから。うちありがとう。捕まるとか？ありがとうって何？ありがとうって、ゆうちゃん。ゼロワンセージの悪口ね。ゼロワンとセージがやってたとか、それ嫉妬じゃないそれ。おい、この野郎。
明日乗り込みます。うん、明日行くわ、明日行くわ、あいつんとこ。うん、ニコありがとう。なんでそんなこと言うの、なんでそんななんか人を落とすようなことするの。ニコありがとう。ゆきみちゃんナイスや、10個は10個ナイス、ナイスすぎるわ。ジャムさんもありがとう。ジャムさんナイスナイス。ちょ、聖杯取ってほしい。聖杯一発したら落ち着ける。聖杯まで取っちゃおう。聖司と俺とのディス、もう無視がいいから、もうどうするリスナー、無視してもう落ちるとこまで落とせば。オーガーコナイスや、グッチャありがとう。グッチャいいよ。リクさん、リクさんいいよ。無視する、もうしょうもないから。仕方がいいかな。ミナちゃん、ニコありがとう。ニコいいよ、めっちゃいいわ。ジャムさんも7ヶ月ぶりにイベント出て、このペースはマジでいいペース。普通にタバコ吸ってんの、逃げたっていう。チーコもありがとう。今厳しいんでしょ、ふわっち。ツナの時みたいにやってやろうかな、ほんと。ぶっ潰してやろうかな。うちの前リスナーが、録画をね、証拠出して、問い合わせしてね、通報したら、ワンチャンあるで。あんま舐めてると。ほんまに。ツナで分かったと思うけど。ぶっちゃありがとう。オープンチャット3000人に通報させる、させてやろうかな。だって何も結果売ってないしね。グッチャナイスや、ナイス。うん。だってさ、スミちゃんありがとう。ユウちゃんよくやってるわ。ユウちゃんナイス。つかさ、ぶっちゃけワンライブ入った時さ、かやちゃん。ワンライブいない方が良かったって言うけど、結局さ、やめてからもっと落ちたことない。それを言いたいわ。すごく言われたんよ、俺。うん、ワンライブ入らん方が良かったとか言ってさ。でもワンライブ入ってる時の方が良かったやん。絶対に。3つありがとう。いや、変わったつか、まあちょっと謙虚にやるんで、仲良くしてください、ふわちの人。はい。で、聖杯いつやるつうかはちょっと待ってよ。これ聖杯詐欺あるらしいよ。だから持ってる人いるから、これで聖杯チェックをどうやってやるの、これ騙されちゃうから。うん、ニコありがとうね。ミナッチさんが聖杯あるって明かししてる。ほんと面白そうだわ。じゃあミナッチさん、ほんとにミナちゃんある、アイコンで。ゆうちゃんありがとう。ゼロちゃん、うん、今日しかやらない、やるに決まってんだろ、ねやろ、うるせえな、ボケ、カス、黙っとけ、名前出すな、今るとサンドイッチ女が、クソや、クソ女がよ、黙っとけ、きしょいんじゃん、ボケ。あの、薬物関係でバンになった時に、春子伝いに、ね、バンライブ入りたいとか言ってくんな、ボケ。入れねえから、カス。気持ちいい。あ、ほんといいの？こっちいいの？ありがとう。あとちゃん、ありがとうね。TikTok で言えねえよ。カスだよ。見てる、ちょこちょこね。Twitter で見るわ。ツイッターボケカス、すいません、まゆちゃん。まゆちゃん、仲良くしてね。ごめんね。うん、あ、ひどいね。ごめんね。コメントで煽らないで。うん、中ちゃんのゲーム知ってるよ。で、昨日、ヤマト負けたの、留守番。相沢に。
山とあれが勝ったの？負けてない？相川さんってまだいたの？もうみんなでブロックしたらいいじゃん。また最近元気になってきてるの？もういなくなったと思ったら誰が構ってるの？相川は変に構ってるやついる？ブロックしろよ、ああいうやつ、うん、変に構うから閲覧増えて伸びるんだよ。ブロックしたらいいじゃん、うん、政治も、うん、元嫁も、あ、山田もね。ダメだよ構ったら。ゆうちゃんありがとう、たくさん美人さんありがとうね。つかみなっち出てきて、みなっちジャムありがとう。俺をしばくって言ってる。電話してみる？みなっちって、あの、すいません。聖杯持ってるの？みなっち。前髪ごめんね、ちょっと。ブサイクでも、ちょっと許してくれる？ちょっと顔関係言われるともう俺もストレス溜まっちゃうからやめてくれる？髪型も。いい？ちょっと。ごめんね。ある？どうする？リスナーさん。おー、キャーちゃん、キャーちゃんナイスや。養分怒ってた。なんかいちいち言いすぎじゃない？なんか養分も。なんかちょこちょこ TikTok やってるか知らないけど。同じ土俵に上がって言えよ。TikTok のことも。意味不明。言い過ぎだよね、なんか嫉妬とか妬みにしか思わんわ。自分が TikTok やっても全然人が来ないからってさ。意味がわからん。相沢のタイトル使われてる。タイトル規制発射通報。ゼロワンの名前を勝手に使ってる。許可してません。これ全員で通報ね。タイトル規制行ってこい。ゼロリス、久しぶりに聞いた。うん。通報ね。タイトルを使ってる。相沢。全員に通報して。多分15分後にタイトル規制食らう。俺が成敗する、悪を。悪を成敗。しばくって言ってた。じゃ電話するわ。舐めてるから。どういうことなの、しばくって。ミラーしてる。キモ。ミラー通報して。あ、もしもし。おはようございます。ちょっとハトの確認なんですけど、はい。大阪来た時に僕しばくって発言本当です？あ、言葉のプロレスですか？はい。言葉のプロレス？プロレスですかね。じゃあネット用語関係で言っただけでリアルで来てしばくっていうことじゃないですか？え、そんなこと言ってないですよ。やめてくださいよ。え、でも言葉のプロレスでしばくっていう言葉は使いました。そこですね、大事なのは。ん、いや、分からん、覚えてない。覚えてないで逃げるな。言った、言うの、うん、言ったよってみんな言ってるよ。っっ、分からへんな。私のリスナーさんどうも言ったっけ。私苦しくなったらそうやって逃げるな、覚えてないで貸すっていうことですね、うん、スカッとするでしょ、うん、でリスナー嘘つき呼ばわりしたからね、うん、こういうやつに今俺がしっかりと二文字で成敗する。どう、うん、間違いなく言ってた。おんちゃんありがとう。あの正確なハトにしてね。ハトはオッケーだけど正確なハト。めめしいって言ってる？確認しないといけないこれな。めめしいってどういうことなの？
ありがとうね、正確なハト。うん。もしもし。何ですか。ちょっとハトの確認。ハトの鳩の確認なんですけど。なんすか。めめしいって何です。え、めめしい。どういうところが。あ、ゼロワンさんのことめめしいと思ってます。うん、どういうところがですか。説明。え、だって私のこと、え、久しぶりにふわっち来た瞬間に私のことブロックしたらって言ったでしょ、はい、今。配信で。はい、ふわっちはブロックした方がいいですよ。うん、はい、え、なにそれってブロック誘導じゃないですか。ブロック誘導、はい、え、自分が数字持ってるの分かっててそれやってるわけでしょ。いやいや、ほんで今通報誘導もう来させようとしたでしょ。いや、あのめっちゃめめしいやん。めめしくないよね。ちょっと待って、私大手やめめしくないですよ。そんなくせえへんで全員、どの女も、はい、あなたにサムネ規制食らっちゃった。大間違い。運営さん、こっちの指なんだけど、中指立ててないんだけど、サムネ規制。中指立ててないんだけど。うん。これ規制食らってる。まあ、いっか、うん。試したんだけど。え、ちょっと待って、ゼロワンさんさ、はい。ちょっと本当に、私、うん、え、めめしいと思ってるあなたのこと。ああ、そうですか。めめしい以外何があるの？教えて、逆に。めめしい。うん。でも、タイトルはまず使わないでね、許可なく。いい？あ、それはね、だって私今タイトル使ってない、うん、昨日ヤマトもいろいろ大変だったから結果としてブロックした方が良かったねって話になるんよ。あ、まあでもヤマト君はヤマト君で頑張ってるんやからいいじゃないですか。でしょ。で、相沢さんの話題になったらヤマトもかわいそうだからブロックした方がいいっていうし、うん、結果として、あ、それはいいですよ。結果として俺がねブロックして、うん、あなたはねちょっと話題性がなくなったらまた落ちるじゃん。そうした方がいいんだよ。だってこうやってガタガタ言ってくるしね。いや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 、何言ってるの。もうちょっと低姿勢になりな。じゃあ、え、私がゼロワンさんに。そりゃそうでしょう。え、じゃあ謝って先に。何よ。え、先に2000人ぐらい、2000もっとおったよね、あの時。うん、あの時もっとおったっけ。あの時私とコラボして、うん、私さ、リスワン2位であなた1位やったよ、あの日。だからリスワンでもうるせえな、こいつ。でも私に対して、はい、あなたは私がやらんといてっていうことをやって集団いじめって言われたね、あの時、うん、はい。で、裏で私に謝ってきたやん、自分に責任ないですみたいな。謝っててないと思うけどね、わかんない、覚えてないけど。いやいや、LINE 残ってるやろ。うん、LINE 見したら。じゃあ、いやいやいや、私あのあれやね、あの機種変えたから残ってない。あなた残ってるでしょ。ソースないの。あなた見せてよ。何や、あなた見せてよ。あなたの方に、あのあれでしょ。俺も残ってねえよ。いやいや、絶対残ってる。つか言う方がさ、証拠見せるよって話じゃない。めめしいね。うん。いや、私は女やからめめしいって言われてもいいの。うん、私女なの。めめしいっていう言葉は男のためにあるのよ。女の武器出すんだ。女の武器出すんだ。女のようにぐち言う男のためにあるねん。ほんまにぴったり、あなたに。の。あの、お前に、謝るつもりはない。お前みたいなクソみたいな女に。いやいやいや、謝れよ。カス。本当ね。ゴミカス。マンカス。え、何？ゴミ。ダメだ。話できない。耳が。話にならない、うん。謝りません、俺は。うん。ゆうちゃん、ナイス。ゆうちゃん。関わるな。はい。でも言いたいことあったら俺が言うわ。ズバッとね。いや、ここなんて言うんだっけ、この指立てたら大丈夫かなと思ったら、 TikTok この指は大丈夫なんだよ。中指じゃなくて。お、シャカちゃん、シャカちゃん有料アイテムがいい。でもふわっちダメなんだね、こっちの指でも。規制食らっちゃったから。小指ならよかったかな。指を立てちゃダメなのかな。これはオッケーだよね。これ運営さん、ご規制だよ。この指だからね。中指じゃないからね。山田の家に、じゃあ山田の家泊まるのやめよう、大阪行ったら。うん。明日大阪行って山田の家泊まるのやめよう。運営さん、ちゃんと見て直して、運営さん。多分 AI だろうけど。一個ありがとう。ゼロワンさん狙われてる。
ジャムさんありがとうね、ジャムさん。聖杯をたらふく獲得して最終日にガツンと使う作戦はダメ。まあ基本的にふわっちの人見てるとどんどん使った方がいいの。どんどん聖杯は使ってるよね。溜め込むのはダメなのかな。ありがとうゆうちゃん、ゆうちゃんありがとうね、たくさん。うん、どんどん使う。今すか、今集まる。聖杯中に聖杯がよく当たるんだ。今眉が聖杯始まった。聖杯使うと増えてくるの。難しいな。でもチャーちゃんありがとう。チャーちゃん、このなんか有料アイテムがいい。ありがとう花火。仮想と大手の違うんだ。はいはいはい、どうしました。何逃げろ。はい、そういうところやで、そういうところ。じゃあ俺が逃げたでいいです。いやいやいや、だからもう負けてるやん、うん、謝って。うん、負けでいいです。早く謝って。カス負けでいいよね、うん、しつこい、うん、お、インコいらっしゃい。シャカリクちゃんいいよ、一個でもいいからね。一個でも。いや余計なことしてない。余計なことしてるやつがいるからまた浮上してるんだろう。相沢が絡んでるやつ逃げよ、めんどくさいね。それでしょ、シュンと刺しときゃいいんだよ。あーちゃんナイス。あーちゃん、あーちゃん来た。5個ナイス、20倍。センキューセンキュー。いいよいいよ、素晴らしい。ファンタ来た。あ、眉に抜かされた。じゃあ22時から行こう。おー、みゆちゃん、みゆちゃんもありがとう。みゆちゃんもありがとうね。いや朝の10時、ごめんごめん、間違えた、ちょっと寝ぼけて。朝の10時、朝の10時に行こう。10時に集まる。ヒーロー、これヒーロー社長じゃないよね。あんたがヒーロー。おお。みないる？みな。ありがとう。ありがとうね、ふわっちくん。こまりちゃんありがとう。10時に行こう。じゃあ、うん。5個以上でいい？ 10 時から。10時から5個以上でいい？みんな。準備できる。今投げちゃ、投げたらもったいないでな。ありがとう、あ、ありがとう、チャチャ。ナイス。インコも了解。そう、いける人と赤出せる。うん。あ、俺がさ、ごめんね、セイジ。ちょっと遊びでやってる。すぐに使う？お、ケンシロウ、久しぶり。5個いける？1人5個でいいからね。うん、いける人はちょっとがっつりいったって。ドガンと。仕事なんで、オッケーオッケー、香りね。仕事。シャカちゃん、10時まで待ちな。シャカちゃん、ありがとう。キラトもいける？オッケーオッケー、オンも。何よ？イベントギフト。で、豚と象じゃなくて、イベントギフトがいいと思う。うん。何も言ってない。じゃあ、政治のなんか、アンチブロックするわ。うん。お互いそうして。俺も何も言わないから。10時から聖杯にタイトル変えたら。アンチです。いや、アンチは仲直りしよう。ブロックしない。あ、豚しかない。金太郎さん。うん。TikTok のいいところ教えて。
TikTok っていう人には教えません。みんなで楽しい TikTok チックが出ちゃって、うん、教えたくない、ね、うん、豚でもいいけどね。うん、象はやめよ。象じゃないわ。いや、象はいいけど、豚やめよ。豚。今日も可愛い。ありがとうね。いや、1ヶ月、先月2回しかやってなくて、ゴルプラはすごいって。すごいって。そう思わん。先月2回で。ね。うん。2回しかしてないんだから、うん、2回ぐらいしか多分してないと思うね、うん、サムネ消えちゃった。枠取り直す？もったいないかな。枠取り直す？うん、野生杯は面白そうだもん。ゾウでも大丈夫。問い直す。狐の方がいい。でも赤出したい人もいるからね。赤出したい人もいるから、タヌキで取り直す。ナシちゃん、狐がいいの？だってうちの枠結構赤出ししてくれるじゃん。アカウント。おお、ありがとう、ゆきちゃん。赤出し多いからね。バラシ屋さん公式。タヌキでいい？俺タヌキが好きだわ、キツネより。どっちでもいい？タヌキでいい？うん。うん、ゆきみちゃんとかいるからね。で、取り直すか。閲覧もったいない。戻ってくるやろ。戻ってこない？どうしよう。ゆうゆう、おはよう。サメポ、ありがとう。ありがとうね、サメポ。戻ってくる。本当？浮気しない。取り直すわ。